バレリアン・イスマイルは、フランス・ストラスブール出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時のポジションはディフェンダー。現在、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC の監督。ストラスブールグ・アドループ出身の父親と、アルザス出身の母親の下、ストラスブールで育つ。祖父は、ドイツ人である。RC ・ストラスブールの株組織に所属し、 1994年1月15日の AS カンヌ戦でプロデビューを果たす。同クラブでは、ディビジョンアンで87試合に出場、UEFA カップでも5試合に出場し得点を上げる。クリスタルパレス1998年1月、プレミアリーグのクリスタルパレス FC に、当時のクラブ史上最高額となる275万ユーロの遺跡金で加入した。 リーグ戦13試合に出場したがクラブは降格が決定し10ヶ月でロンドンを去った。母国復帰1998年10月 RC ランスと契約を結び母国に復帰した。リーグ戦83試合に出場し5ゴールを記録した。2001年の後半はフルスであるストラスブールに期限付き移籍したがクラブの降格を防ぐことはできなかった。 一度レンタルバックした後、ストラスブールに完全一席。クラブは2001から02シーズンを2位で終え、1年で一部に復帰した。リーグアンショ年度のシーズンではキャプテンを務め、最終的にクラブはリーグ13位で終えた。ブレーメン2003年、ブンデスリーガのベルダーブレーメンにレンタルで加入した。リーグと DFB ポカールの2冠を達成したクラブの主力としてプレーし、 2003から04、シーズン終了後に完全移籍した。翌シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント1回戦で、オリンピックリオンに大敗を喫したが、自身は大会通算にゴールを決めた。バイエル・ミュンヘン2005年7月、バイエル・ミュンヘンに移籍。デビュー戦で、レッドカードを受けるが、最終的に自身2度目となるリーグとポカールの2冠を、経験した。 2006から07シーズンは、負傷によりその大半を棒に振った。UEFA チャンピオンズリーグの AC ミラン戦で、ゴールを挙げるもチームは敗退した。ハノーファー2007年12月、一部残留を目指し、統率力のある DF を探していたハノーファー96に移籍した。古巣であるバイエルン戦でのデビューとなり、前半をスコアレスで終えたが負傷により交代し、チームは、 後半に3失点して敗れた。故障から復帰して、以降は、レギュラーとしてプレーした。しかしその後も負傷が続き、2009年10月5日に、現役を引退した。2014年6月5日に、ブンデスリー外降格した一 FC ニュルンベルクの監督に就任した。2021年6月24日、 アーンズリー FC での手腕を評価され、エフルチャンピオンシップへ降格した、ウエストブロムビッチ・アルビオン FC の監督に就任した。191センチメートルの長身を生かしたハードなディフェンスが特徴。そのためか、PK を与えてしまう場面などもある。攻撃面でも迫力があり、シュートの威力やヘディングの強さは特に優れている。自身は、マルティニークにルーツを持つが、 最初の妻が、東郷人であるため、東郷代表へのオファーがあったとされるが、自身が興味があるのは、フランス代表かドイツ代表だけと公言していた。2013年4月に、ドイツ国籍を取得。同年8月に、ドイツ人女性と再婚した。ありがとうございます。